121番道路よ、121番道路先頭を高橋押すは技があれだからな、高橋キングにしとこう。倒す。世の中には不思議な力がいっぱいあるの。うん。いや、このさ、この人って意外と可愛いよね。うん、オカルトマニアのそのグラ、うん、なんだろう、目が可愛いのかな。みことさん、よ、弱まる。ゴーストだよね、どう見てもゴーストだよね、どう見てもゴーストだよね。氷の牙もったいないけど、ちょっと使おう。半分。うん、そんな。怪しい光。混乱かよー。怪しい光は本当にやっこい。ゴーストだよね。高橋押す行こう。エスパー技で抜群取れるね、ゴーストは。鬼火。うわー、ややこしいな、こいつ、マジで。割とマジで。いや、これ以上被害は広めたくないので、ここで一気に仕留めましょう、もう。やけどはね、火力が落ちちゃうからな。抜群取れないか。弱まるのくせに。38で、これダメージも入るしね。なかなか厄介だよね。闇恨みこそ悪だよね。悪だよな。ゴーストかな。ちょっとわかんないな。肝高しちょっと頼むわ。わかんないや。わかんないな。ここはリーフブレード。ああ、さすがだ、もうさすがだよ、もうさすが肝高しだよ。もう何でもいけるな、肝高し。私負けたのね。いや、やっぱこのグラフィック好きだな。送り火山、あそこに不思議な力があるの。ほう、どうしたの。ここね、空を飛ぶで来られるから助かるわ。やや？使ってここに来られないのね。この先にあるミナモシティに行けばここに飛んで来られるわ。便利よ。はい。あ、そっか、空飛ぶがあれだもんね。うん。もう使えるもんね、ジム突破したから。けどなんか別に空を飛んで戻るみたいな。あ、じゃあ間違えた。戻る必要は今のところないからな。稚児の海。あれ、ここらへん下かな。下なんか怪しいな、これ。下なんか怪しいよな。あー、やっぱここだ。隠れよ。普通に出るやんか。普通に出ますやん。ちょっと待って、誰かあれ負傷してるな。麻痺？やけどだ。やけど直し。やけどは右があったよね。うん、よし。
オッケー。マックス村井。マックス村井ゲット。で、これトレーナーだよな。私の大事なポケモンちょっと見なさいよ。見るよ。ヨリコ。カクレオン。なぜカクレオンをチョイスしたんだろう。カクレオンってなんだろうな。絵を描くポケモンいたじゃない。ビーデルだったっけ。あんなやつ、あの感じの立ち位置なのかな。あんま聞かないな。氷タイプになった。保護色。草タイプになった。じゃあこれで落ちるな。バーツくんだハブネーク、毒。ハブネーク。エスパーでいけそう。あー、間違えた。エスパーあるけどさ、技がもう。いいか、ラスターパージいいか、もう打っちゃって。打っちゃえ。なんかエスパー技覚えてくれるよ、多分。なんか覚えるでしょ。サイキネとか覚えてくれるでしょ。覚えないの。覚えてくれって信じてるから。信じてるよ、エテは。うん、よし。メタグラス46。ヤエギリも育ったな。シュッシュシュ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 。ボール相手のゴールに乗るにシュ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 。お、サファリあんの。わっ、あ、マグマ、マグマ。送り場に向かうぞ。アクア団の者どもよりも先に棒、宝玉を手に入れるのだ。ええ。マップまだまだ右があるね。おえー、広。まだまだクリアは当分先かな。何これ。サファリゾーン。ちょっと待って、サファリゾーンは分かったけどさ、下が何こっち。サファリゾーン、あ、アイテム、トサキンと。で、穴が開いてて失礼。下が多分正規ルートだろうな。違うな、右が正規ルートだな。じゃあ先にちょっとここ入ってみるか。下先覗きたいな。うん、あ、違うな、こっちは今から行かなきゃいけないところだ。下は、下が本筋で右が町か。じゃあちょっとサファリゾーン、ちょっとサファリゾーンに。うっす。お前さんの目つき、そして漂うオーラ、わしの通りだな。いろいろやんちゃしてたんだろ。そんなお前さんにいいもんくれてやる。夢食い。もうありとあらゆる悪いことやってきたからね。おじさんも悪だな。おう、したせいか、最近寝覚めが悪くてよ。こいつをポケモンに覚えさせて怖い夢を食ってもらってんだよ。そうか、おっさんも大変だな。サファリゾーンへいらっしゃい。入園は無料、ポケモンは捕まえ放題。時間の許す限り存分にポケモンたちを。無料？無料？マジか。家族同然。くべっ。
歩みという本がある。長そうだが読んでみますか。はい。戦慄。応援の子供たちにたくさんのポケモンたちと触れ合ってほしい、そんな思いが沸き起こった私はこの場所に開園を決意した。うん、開園。オープン当日から長蛇の列、触りゾーンは大成功だった。これは金になる。そんな思いが沸き起こった私は料金の値上げを決意した。倒産こ潰れとるやないか。値上げした結果、触りゾーンから客は途絶えた。これはまずい。そんな思いが湧き起こった私は夜逃げを決意した。再生。私が逃げた後、心ある人々の援助で触りゾーンは蘇った。逃げなきゃよかった公園へ帰ることを決意した。最終章、未来。帰ってきた私はボランティアとして触りゾーンに勤めることになった。帰ってきてよかった。そんな思いがよぎりつつ、私は今日もポケモンたちの世話をしている。へえ。だったらダートでもマッハでも自転車持っていくべきです。まあマッハあるけど、入ってみるか。あんただな、あんただな。その値上げして倒産したおっさんってのは絶対こいつだろ。夜逃げの、え、ピカチュウ。あ、普通にピカチュウおるやん。アイテムも落ちてるしな。まあちょっとぐるっとしてみるか。で、あれトレーナーかな、トレーナーかなこれ。あ、違うわ。何年経っても人引き取り手の来ない落とし物だからね。処分してくれると、おお拾っていいんだね。で、ここダートじゃないと通れないしな。ちょっと探索しよっか。うん、どうぞどうぞ。29レベル。うん、元気のかけら、いらねえ、いらねえよ。なんかいい BGM だねこれ、嫌いじゃない。うん、臭い花。なんかそこら辺に出てくる野生とあんま変わんないけどな。ピカチュウがあれ出てくるのはちょっと欲しいけどさ、欲しいけど今枠的にな、外せるやついないしな。あ、これ完全にこれあのマッハ自転車じゃいけないよ。ここダーティー自転車じゃないといけないコースだ。いらないよ臭い花。リーフの石持ってなかったっけ、けど1個拾ったよね。いや、こいつ捕まえたらね、すぐにラフレシアの完成だけど、いらないよな。粉要因としては使えるかもしんないけど。あいやん、メスのピカチュウだね。かわいいな、ピカチュウ。やっぱかわいいな、ピカチュウ。やっぱ何も着てない方がかわいいわ。なんか変に装飾するとなんかちょっと変だよね。やっぱブサイクになるよね。ピカチュウの良さがさ、もう全部なくなっちゃうよね。珍しいポケモンも珍しくないポケモンもいますが、同じように可愛がってあげてくださいね。なんかハゲのおっさんばっかりだなこれ。ここか、あれ上か、上か。ここじゃないな。あ、ネイティオだ。わあ、欲しいな、欲しいな。ネイティオいいよな。え、なに、逃げれなかった、逃げれ、あ、普通に逃げミスか。普通に上だな。で、ここもわあ、欲しいな。いけない、いけないや。これさ、けどちょっとあれだよね、不便だよね。いちいち買いに行かなきゃいけないじゃん、あの近接シティまで自転車。なんだろう、もしかしたらあれかな、クリアしたらなんかもっとスペシャル自転車みたいなくれんのかな。両方行けますみたいな。それだったらありがたいけどさ。あれ、あんなとこあったっけ。うん、頑張れ。ハゲばっかりだなここ。タウリンで、こっちは何もない。で、降りちゃっていいか。降りて、下はあれだから、ここは通れないしな。あ、ここ通れる？通れないよな。通れないよな。おじさんたちはボランティアスタッフさ、サファリゾーンが、ロハだから、仕方ないね。あ、石落ちてる。あれ、なんだあれ何ストーンだよ。ギャラか？なんだろう。で、ここでこれ拾って、金玉。右にはあれか、池だから、普通に波乗り使えるか。けど、下に自転車で上がれるところあったよね、まだ。入り組んでるな、ここ。野生が出てくる。野生がもう。
なんか野生が出にくくなるみたいなやつあったよね。お清めの効果なんか、うん、あれはあれ買っとくべきだったな。いやけどあそこはあれだもんな、高いし、旧お香シリーズはめっちゃ高かったからな。ちょっとアインカウントバカも。すごいすごいやろ。ここ登って、おっとつ。上側行けそうだね。大きな真珠。上側は波乗りで行けるな。こっちは？こっちはもう行き止まりか。こっちは行き止まりだな。ただ上を波乗りで行って、こうだね。こっちか。ハイパーボール。で乗って上。あれも拾わなきゃ。先にこっちだなってことはだね。うん、ソーラービーム。うわ、草系の草系最強技と言っても過言ではない。あのビーム、これはもう角っこはいけない。でこうだ。でまたハゲが一人。檻もないからポケモンが逃げ出したり遊びに来たりも自由なの。あ、ここで終わりか。おじさんはポケモンの健康チェックして終わってるんだ。たくさんのポケモンが一緒にいるから病気に注意しないとね。そうだね。あとはそのオフロード自転車じゃないとダメだもんな。うん、ってことはあの石、左側のさ石も取れないんだろうね。仕方ないか。あっちね、左側に行ければな。あ、なるほどな。こういう時のさ、こういう時の空飛ぶで一回近接戻れってことなのかな。こっちだっけ。飛んだ。行けないよな。どうどう。あれ行けないよな。コダック。コダックは好きだよ。うん。あのゴルダックがゴルダックに進化したら本当にかっこよくなるからな。昔ゴルダックめっちゃ使ってたわ。やっぱいけないか。マッハできるのはここまでだね、どうやら。うん、トントン。ドードーの逃げ足とかじゃないかなね。さ、じゃあ戻るか。ピカチュウよう出るな。ちょっとまたマッハ自転車を変えたらまた来よう。うん。